おい、今の聞こえたか？衛兵がたくさん慌てて橋枯れて計画が次の段階に進んだ証拠だよな。おう、そうだな、うまくいってるみたいだ。そういえばアルハイゼンはいつの間にもうすぐアーカー社に記録される缶詰知識をすり替えたんだ。あの時か、オイラすっごく緊張してたから全然気づかなかったぞ。そういえばアルハイゼンのやつ、前にオルモス港でも同じようなことをしてたよな。みんなが緊張しているあいつにとって何度やっても成功する技ってことか。はん、なんであいつを褒め始めてんだよ。確かに、それよりもう一回この段階の計画を思い出してみ。ニーローの任務は確かこういう段取りだったはずだ。今、クラクサナリデビの意識は閉ざされるまで追い込まれ、教令院の中心人物と衛兵たちはまたアーカー社端末をつけ始めた。多分博士の技術を後ろ盾に何も恐れなくなったのだろう。あんな奴を頼るとは醜悪の極まりだな。しかし、それが俺たちのチャンスでもある。芸術禁止令に関する缶詰知識の内容は、俺が教令院にいた頃寄贈を要求されたもの。それは今大賢者の机の上にあるはずだ。次のジュニアナガルバの日にアーカー社へ。賢者たちは本当に芸術の一切を禁止にするのか？俺はそれに似せた缶詰知識を作る。ただ今回はその中に偽の情報を忍ばせよう。そして隙を見つけ、二つの缶詰知識をすり替え、ジュニアナカルバの日に登録。賢者は必ず芸術禁止令をアーカー社で交付するはずだ。偽の情報も警備を担当する者たちの脳内へと伝わる。ややこしいな。だがその工程さえうまくいけ、なかなかよくできた策だ。これが頭脳戦。ただ一つ気になるんだが、偽の情報を脳内に送り、アーカー社に依存することに慣れてしまった者は好奇心が次第に薄れていく。そうなれば情報の分別。アーカー社は人を機械にする。何度も見てきた光景だ。なるほど。幸い私はスメールシティで働いてた時、そう長くつけてな。ああそうだ、この計画に誰か当てがあるのか？ニーローだよ。ズバイルシアターのニーロー、結構仲がいいんだ。あいつなら絶対。ただこんな危険な計画に参加させるのはちょっと気が。ああ、教令院内のセキュリティを無効化したら。分かってる。そこからは私とあの密航野郎たちの番。